はい、皆さんこんにちは、ちーたんです。今日はですね、今回はちーたんがですね時々やっているお味噌作りを紹介していきたいなと思います。今回もこちらの丸川のお味噌を作らせてもらいます。手作り味噌キットっていうのが売ってあって、それを購入すると乾燥大豆とこちらの、もう処理がしてあるね、麹と、これは玄米ですね、米味噌になるんですけども、麹と玄米を合わせたものが真空パックに、ね、こうなってくるんですね。で、私がすることは大豆をまず乾燥大豆を水に戻して柔らかくなるまで炊いて、これと混ぜて容器に詰めるっていう作業をしていきます。で、今ねもう乾燥大豆を戻して、炊いている最中なので、その模様もご紹介していきたいと思います。ではなんで最近ちーたんがお味噌を作ってるかっていうと、これ1回に3キロできるんですけど、3キロできるので、なくなっては買いに行くっていうことをしなくて済むっていうことと、あとまあ単純に美味しいからやっています。で、味噌汁は単純に体にいいし、食事に一品加えるとダイエット効果にもなるし、満足感もあるし、あとはデトックス、体のいらないものを全部流してくれるので、そういった意味でも取った方がいい食品なので取り入れています。あとまあプロテインだよね、単純に言うとプロテインですので、日本人が昔から取っていたプロテインなので、これでね栄養補給するという感じですね。あとズボラ女など、でズボラな私にですねぴったりで、具沢山の味噌汁とかも作っちゃえば、それだけでもそれとご飯があれば一食なるので、すごくそういう意味でもあって、もうめちゃくちゃいい発酵食品です。はい、なので本当おすすめです。ではですね、作っていくところを紹介していきたいと思います。この乾燥大豆を水につけておきます。先ほどの乾燥大豆を洗って水につけておきます。約半日以上置いた大豆です。これ今から圧力鍋で柔らかくなるまで炊いていきます。時間が経ったので圧力鍋に、水を当てて冷やしています。はい、じゃあね、今ねこれじゃじゃーん、 650g 分の乾燥大豆をですね戻して、それを炊きました。これぐらいの量になる、すごくないですか。これの硬さの目安は、これを圧力鍋で私は今回炊きました。でですね、目安はね、こう大豆を押して柔らかくこう潰れる程度、これだけ食べても美味しいんだけど、これを今からお味噌にしていきます。で、まだ熱いのでこれを冷やしてね、冷まして、いきます。冷めた時に、潰して、きれいにね、細かくなるまで潰して、こちらの玄米麹と混ぜていくという感じですね。はい、やっていきます。で、煮汁は絶対捨てないようにして、煮汁ちょっと捨てかけてたんですけど、煮汁はこれ最後ね丸める時に、そのこれが硬すぎたりする時に入れて調整するプロテインドリンクなので、捨てないようにしてください。はい、で、ちなみになんでこれを冷やさないといけないかっていうと、そのやっぱなんか熱いうちに、大豆が熱いうちに混ぜちゃうと、この麹菌が死んじゃうみたいなんですよ。なので、これがね今熱々の大豆が冷めてから、作業を開始していきたいと思います。はい、では実際大豆を潰していきます。ちょっとまだあったかいんだけど、潰していきたいと思います。ちーたんちょっと手袋を買ってくるの忘れたので、とりあえずビニール袋を裏にして潰します。冷える、完璧に冷えちゃうと潰しにくくなると思うので、ちょっとまだあったかいぐらいの時に潰しておきます。こんな感じで潰していきます。
柔らかいので潰しやすいです。で結構ストレス発散にもなるのでおすすめです。最初の頃はね、この大豆の炊き方がわからなくて、炊き加減結構この大豆が硬いままになって、粗い大豆のこのね、潰した感じが粗かったんですけど、そうするとやっぱり発酵がうまくいかないので、粒子一個一個細かくするためにも柔らかくして潰しやすくしていきます。はい、じゃあ、大豆を潰しました。こんな感じで潰れたので、これにね、塩と麹をね、玄米と麹を合わせたものを混ぜていきます。これを混ぜていきたいと思います。ちょっとずつ混ぜていきます。ちょっとずつ、でまだ大豆が潰れきってないものもあるので、大豆をね、潰しながら、あ、なんかお味噌の匂いがする、いい匂い、めっちゃいい匂い、こんな感じ混ぜながら、混ぜながら大豆を潰していきます。時々こんな潰れてない大豆があるので、見つけて潰しながら混ぜていきます。これが玄米と麹に合わせたやつ、すごいお味噌の匂いがする。これをね、まんべんなくきれいに混ぜていきます。はい、で混ぜてたらね、だんだん水分が減ってきて固くなってくるので、ここでですね、さっきの煮汁をね、煮汁を入れていきます。様子を見ながら、硬くなってポロポロしたなと思ってきたら入れてます。でこの煮汁を入れる方が発酵も進むようでして、入れた方がいいですね。で冬に作るともっと乾燥するので、煮汁がすごい重要なんですけど、今もうあったかいので、煮汁を冬に作る時ほど入れなくていいです。はい、じゃあ今ですね、大豆と塩切り麹を混ぜました。ちょっと大豆の粒子が大きいところがあるのは手作りのご愛嬌ということでお許しください。ではこれを今からね、ボウルにしていって容器に詰めていきます。はい、じゃあ今から団子状にね、していきます。このね、大豆と塩切り麹を丸めていきます。で、こうボウル状にして、こうすぐ玉になる硬さがいいので、これで OK、 どんどん作っていきます。ちょっと大豆が潰れてないところがあるので、潰しながら、自分の手作り味噌は菌が自分の世界に一つしかない自分に合う菌でできるので、すごく体にいいみたいですよ。今回はこの米麹じゃない、あ、米麹か、米味噌作ったので、今度は麦味噌を作って合わせ味噌を作ってみたいなと思ってます。いろんな味噌を作っておくとね、料理にも使えるし、保存も効くし、いろいろいいので、本当ズボラな人には本当にお味噌汁最高ですよ。ズボラな人こそ作って味噌はお家に置いとくといいかもしれません。ボウルにしました。はい、こんな感じでボウルにしました。これを今から容器に詰めていきます。はい、で容器に入れていきます。容器はね、この容器に入れていくんですけど、まずね、この容器の中も一回アルコール消毒していきます。きれいに洗った後、アルコール消毒をしていきます。これはね、カビとかが生えないようにするために、アルコールをですね、焼酎をちょんちょんとつけて、この中をきれいに拭いていきます。で、蓋も拭いていきます。はい、でこれにね、味噌をどんどん入れていきます。
で、空間ができないこの下の方にしっかりね隙間ができないように埋めていく。こんな感じで隙間ができないようにどんどん埋めていきます。こんな感じ。はい、今埋め終わりました。じゃあこれの表面にね焼酎と塩を貼って、またカビが生えるのを防いでいきますので、さっきのこの残りの焼酎に散らしていく。それとお塩、雪塩と散らしていきます。気が入らないようにサランラップしていきます。サランラップしていきます。サランラップは味噌にぴったりくっつけて密閉していきます。こんな感じ、ぴったりと味噌に密着させておきます。で、蓋をして完成です。はい、皆さんいかがだったでしょうか。チーターの味噌作り、これ3キロ分なんですけれども、これを今から、ね、寝かせていきます。よく活動するリビングなんかに置いておくと発酵が進んでいくの で、で一応説明書には約10ヶ月寝かすって書いてるんだけど、今あったかいのでもうちょっと早く発酵が進むんじゃないかなと思います。で、またできた頃にお味噌汁にして食べたいと思いますので、その時もまた YouTube 撮るので楽しみにお待ちください。これは 米味噌です、はい、今回米味噌を作りました。ということで、ちったんのお味噌作りいかがだったでしょうか。ちったんこういった感じで自分の好きなことや美容健康情報を配信しておりますので、ぜひねチャンネル登録といいねとコメントお待ちしております。ありがとうございます。はい、それでは皆さん次の動画でお会いしましょう。ありがとう、バイバイ、またね。